どうも、アメリカ歴史家の宮迫です。そして、はい、光です。お願いします。お願いします。さあ、今日はですね、定期的に光くんに相談はしたりとかするんですけども、はい、一時、ちょっと前ですけど、はい、1週間ぐらいで2000人ぐらいかな、はい、登録者が減った瞬間があって、はいはいはい、これといってその炎上したわけでもなければ、はい、あんまり理由が分からず、あ、なるほど、どん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 減ったんですよ。で、まあ、今ちょっとまた戻して、はいはいはい、マイルは多くはなったんですけど、はい、戻したは戻したけど、なぜ減ったのかとかっていうのを、はい、結構誰も分からなくて、原因が分からなくて、ちょっと一瞬怖かった時期があって、はい、まあ、今後やっぱり今140万人でしょ、はい、そこから150、200、まあ、要は200万人をとりあえず現状一番目指すべき場所だなっていうので動いてるけど、まあね、今のそのやっぱりいっぱい芸能人が参入したこともあって、うん、やっぱり登録者の伸びというのもやっぱりスピードがすごく遅なったでしょ、まあ、そうですね、はい、なんで時間はかかるとは思うんだけど、今後どうしていけばいいのかなっていうのを改めてちょっと聞きたいなと思って、今日はちょっとお寿司をご馳走しながら、はい、ちょっといろいろお話聞きたいなと思いまして。なるほど。光くん、この間はい、また一からみたいな気持ちで始めるっていう宣言してたやんか。はい、はい、ツイッターでやりましたね。そうあんな感じの、光くん自身もそういう風に言ってるから、はい、我々はどんな感じにしていけばいいのかなっていうのを。登録者が減ったのは、はいはいはい、まあ、これも、まあ、いろんな可能性が考えられるんですけど、うん、まあ、多分その急に2000人減るっていうのは、うん、なんか YouTube の、 アカウントのなんか一斉削除とかってあるんですよ。ほう、要は何百万単位で登録していたら、うん、もう使われてないアカウントっておそらくあるんですよ。はいはいはい、はい、だからそこがもう Google がそれをもう削除しちゃうみたいなんで、なんか定期的にあるんですよね。はいはいはい、だから過去に僕もだから急に登録したら1万人が減ってんなとかみたいなのもあったんですよ。ほうほう、まあ、それの可能性もあるし、ポンと減ったんじゃなくて、ほんと徐々に。そうですね。でもそれも単純、動画思んなかったんじゃないですか。そこはそこで否めないなっていうのもあるんですけど、はい、あ、もう食べて、ありがとうございます。僕のチャンネルとかはもう登録者がある程度多いじゃないですか、うん、宮迫さんも言って多いじゃないですか、うん、もう多くなったら減りますよ。そんなもんなんか、やっぱり宮迫さん多分アナリティクスっていうのはデータ見てないじゃないですか。最近ちょこちょこ見てもデータってよくよく見たら、うん、チャンネル登録者数の増加数と減少数とそれを差し引きした増加数が見れるんですよ。なるほどね。で、ほとんどの人ってこのただ差し引きした分の増加数しか見てないじゃないですか、うんうん、だから昔から減ってるんですよ、実は。なるほどね。減ってる人数って登録者が増えれば増えるほど増えていくんですよ、うん、だから僕のチャンネル見たら毎日動画出すじゃないですか、うん、登録者2000人ぐらい減りますよ。毎日です。もう毎日2000人減るんですよ。ただ2000人減るんですけど毎日2000人ぐらい増えてるんですよ。そういうことだから、プラマイゼロで、で3000人増えた時はプラス1000になるんですって感じなんですよ。だから動画出したら減るんですよ、絶対。そういうことっていうのは、まあ、僕のチャンネルだけじゃなくて多分他のチャンネルも似たような状態だと思います。多分ね、うちのチャンネル増えてなかったんですよ。うん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 、毎日100人ぐらい減っていってたんですよ。でもそれは多分、まあ、僕のチャンネルにもあることなんで、他のチャンネルでも、まあ、やっぱ登録者が増えれば増えるほどこれはもうどん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 減る人数が増えていくんですよね。で結局戻ってきて最終的にまた増えたんだけど、なるほど。そんなもんですよ、まあ、定期的にあること、その焦る必要はない、ね、全然あることです、本当に。いや、いただきます。ちょっとうますぎでしょ。めちゃめちゃうまいですよ。うわ、うますぎでしょ。こちらもうとんでもない異常なペースでコラボラッシュが続いたじゃないですか。はい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 、やっぱりそういうのもあるんですかね。まあ難しいですよね。その今見てる視聴者の人との、うん、ある種意思の疎通というか、向こうが期待しているものに対してそれに近いもの、もしくはそれを超えていかないと、うん、やっぱダメじゃないですか、うん、そこを冷静にそのやっぱ分析する必要があると思ってて、うん、はいはい、僕もだからこのタイミングで1回ちょっと1週間ぐらい、まあ、5日ぐらい動画休んで、そうですね、うん、まあそこからちょっと気合を入れ直そうかなと思って、うん、だから僕はもう YouTube やって8年ぐらいになるんですけど、もう正直タイトルとサムネイル思いついた時点で大体どれぐらい再生数いくかって分かるんですよ、はいはいはい、だから、まあ、正直4月とかは再生数、まあ、300万
こう狙うような動画は上げてなかったんですよね、まあ、100万ぐらいいくかなみたいな、うん、とかを出して上げてなくて、でもここからは200万300万狙える動画を、うん、もうは狙って上げていこうっていうのを考えてて、うんうん、なんかその目標みたいなのを決めるのがいいかもしれないですね。なるほど、わかりやすい、その視聴者と共有できるような、うん、一緒に盛り上がれるような感じ。ただ今そのコロナ禍で本当はこれを撮る予定やったものが、はい、あのもう物理的に撮れないと、そうです、ね、移動できないとか、まあね、この間のテゴニャンと久しぶりにコラボできるわってなってたんですけど、はい、結局 やろうとしてたことがあの コロナでできなくなって、はいはい、急遽桃鉄しかも、はい、もう苦し紛れの桃鉄、苦し紛れもその日に決めて、まあはい、苦し紛れすぎますね桃鉄は。苦し紛れの桃鉄はやっぱ伸びへんよね、はい、まあそうですね、うんうん、最初の頃に相談させてもらった時って、はい、ミトルさんが、まあ、あの芸能人とのコラボが解禁されたら結構無双状態入りますよとアドバイスしてもらって、はい、で実際にコラボラッシュができて、もう実際もうすごい再生数とかチャンネル登録者数伸びたんですけど、もう次の段階なのかなみたいなのも、やっぱでも伸びていくチャンネルと一緒に上がっていくっていうのも大事かなと思います、ね、うんうん、自分と相性のいいチャンネルで相手 で向こうも今からまだ気合入ってて伸びようとしてるチャンネルいるじゃないですか、うんうん、そこと密接に絡んでいくっていうのはやっぱ大事な気がしますね。なるほど、うん、なるほどね、そういう人見つけなかったのね。いや歴史を作るっていうのも大事かもしれないですね、うんうん、僕と宮迫さんって結構動画何本も撮るじゃないですか、だからやっぱその歴史があるじゃないですか、うんうん、だから普通の動画撮っても他の人と撮るよりもなんかちょっとエモくなって感じるというか、はいはいはい、なんかあるじゃないですか、うん、そういうのもやっぱ大事な気がしますね、うんうん、あれやろな、バッファローゴロー A さんでないことは確かやな一番違うのはロッシーやなめちゃめちゃ面白かった、ね、面白かったね。でももうついにこういう時でもミマさんの名前出なくなっちゃったんですよね。誰ですか？あ、すいません何回もコラボして数字が取れる人と、うん、なんか1回きりやから取れる人ってあるじゃないですか。そうですね、そうやね、何回もやりやすい人ってめっちゃむずいんですよね、探すのって、うん、正直に、うんうん、結局あの去年もこんなこと言うてたし、うんうん、でもまあこれでも YouTube あるあるじゃあるあるでみんな同じようなこと悩んでますよ、うん、そうやね、口に出さないだけで動画にしないだけで、うん、同じような悩み持っててどうしたらいいどうしたらいいってなってると思いますね、うん、で僕はだから普段困らないようにネタを温存してるタイプなんですよ実は、へだからもう正直セーブしてるんですよね普段は。もうでちょっと、うん、あこれちょっと流れ欲しいなってタイミングだったら僕もめちゃくちゃ抱えてるやつがあってネタで、はいはい、だからこんなの 100% 誰がやってもヒットするもん、宮迫さんがやっても僕がやっても誰がやってもおそらくミリオン行くだろうみたいなネタを僕山ほど温存してるんですよ実は。でそれをここを取った時にスッと掘り込むっていうので再生数をもうコントロールしてるっちゃコントロールしてるんですよ。なるほどな。で今回はそれを連発するタイミングかなっていうのでちょっと仕掛けようっていうので強めにしようと思ってるんですけど、これ何個かいくらかで譲ってくれへんお寿司美味しいですねこここのお寿司屋さんでちょっとなんか譲ってくれへん軽いやつでええねんけどだってなんか数字が取れるネタと評価取るネタってまた違うんですよねと、うんうん、はい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 、でどっちに重きを置くかっていうのがすごい僕大事だと思ってて、うんうんうん、まあ、正直その僕って昔めっちゃ数字取れる YouTuber だったんですよ。本当にまだ登録者100万いかないぐらいの時にミリオン製造機って言われてたんですよ僕、うん、いろんな YouTuber が、はいはい、もう光が動画出せばミリオンいくみたいな、うん、登録者もそんなにいないのにミリオン全部いくみたいな。でその時の僕のネタって評価取ることなんで1ミリも考えてないんですよ。数字だけなんですよ。なるほど。もう視聴回数が稼げればたとえ例えば誰かを攻撃しようがちょっと炎上しようが関係ないっていうスタンスだったんですよ、うん、でその時やっぱ数字めっちゃ取れるんですけど、でもやっぱね評価取らないんでなんかねファンってできづらいんですよ、うん、はいはいはい、はい、だからなんていうかそのネタのレベルが落ちたら数字もすぐ落ちるんですけど、うんうん、でも一方で評価取ってるチャンネルって、うん、ネタが弱くなっても数字落ちづらいんですよね。うん、でどっちを目指すかってすごい大事だと思ってて、僕宮迫さんのチャンネルで言ったら大体アベレージ20万から30万ぐらい取るじゃないですか、はいはい、これってやっぱもう根強いファンがついてる証拠じゃないですか、はいはい、でそのファンってやっぱり何でついてるのかって言ったら宮迫さんの人間性とかこのチーム間のやり取りとか、うん、っていうところで多分生まれた20万人の視聴者だと思うんですよ、うん、でこれを増やしていく方が後々のことを考えたらすごい大事なんじゃないかっていうのが僕の今の考えなんですよ。なるほど、だからそう考えると、うん、そっちの視聴者が満足するとかそういうファンが増える動画を生み出していく方がで徐々に徐々に上げていくって感じですね、うん、アベレージを、うん、方が勢いは長いとは思いますね。
一過性の100万再生取りに行くよりも。なるほどな。いや難しいけど、っていうか200万登録行った時にやっぱりちょっとお祭りはしたいよね。はい。今のこのこのご時世の登録者の伸び考えたらだいぶ時間はかかると思うけど、はいはいはい、ちょっと どでかいことをしようかなとは思ってるんですよ。もういいっすね。さっきからさ歴史っておっしゃったじゃないですか、うん、で去年ってやっぱ歴史とかストーリーがすごい詰まってたと思ってて、うんうん、例えば今度も地上波流れるとか、はいはい、そうですね、ライブやるとか、うん、宮迫チャンネル見てるとこういう大きいことがあるって期待感があったと思うんですけど、それは絶対そう、大事ですよ。今ちょっと確かにうちはそれが、うん、確かにな、うんうん、なんかそのストーリーに惹かれるっていうか、やっぱりはい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 、なんかワクワクさせれてるのかっていうのが大事になってくるじゃないですか。なるほど。っていうのは思いますね。それが大事なのかなって。僕とかも本当もめっちゃ長くやってるんで、うん、今更何をワクワクさせれるんだっていうところずっと問いかけちゃ問いかけなんですよ、うんうん、でもその中でも新しいことやっていこうっていうので、だから温存してる部分ってめっちゃあるんですよ。実は例えばネクセで言ったらネクセってコラボしないんですよ。おー、実は YouTuber とコラボしてないんですよ。これってあえてしてないんですよ。このカードを今切るのはもったいないっていう判断なんですよ。なるほど。だからコラボさせないんですよ、ネクセじゃん、うんうん、っていう、もうネクセ内で今完結させてるんですよ。だからネクセがいつか他の YouTuber とコラボしまくるっていうタイミングが来たら、それはそれで枠じゃないですか。なるほど、ね、そうイベントを残してるんですよね、あえて、はいはいはい、っていうのとかを考えてて一応、はい、でそのタイミングでやっぱその視聴者が枠、うん、視聴者を沸かせる何かを残しとかないと、夏はこれをやるとか、はいはい、冬はこれをやるみたいなのを残して考えながらやってるって感じですね。これだから今まあまあウィウィウィも、はい、もともとそういうつもりで始めたもので、はい、で今回料理番組有頂天レストラン、はい、いわゆるテレビクオリティ、テレビに負けないようなものを YouTube の中でやるっていうことはどんどん広げていきたい、はい、後にまあお笑い番組みたいな、うん、ものも今ちょっと考えてて、はい、まあ、ネタ番組しかもその応援できるネタ番組って、今の人気の若手がどうこうじゃなくて、あの面白いけどやっぱり消えかけの人たちもたくさんおるやろ、うん、いますね。そういうところを何か手助けできないかなって、例えばアメトークとかそういう番組を始めてる時もどっかにそういうのがあって、うん、はい、面白い、実力あるけど世に出てない人たちが出れる場所を作りたいなっていうのがあったんで、そういうのも YouTube 内で作っていこうっていうのを今ずっと考えてて、それめっちゃいいですよ。なんかあのファーストテイクってあるじゃないですか、音楽の、はいはいはい、はい、今あそこ出たらもうブレイクするみたいなするじゃないですか、ね、それのお笑い版とか作ったらめっちゃかっこいいですよね。お笑いファーストテイクね、はい、あ、いいな、お笑いファーストテイク、お前いるしかなくて、あの白バッグ、はいはい、いや、おもろいかあの白バッグでボケって思わない。なんかちょっといろいろそのお笑いのことに関しては今ちょっと徐々に動き出して、今まで絡みにくかった人も事務所さんに OK をいただいたりとかしてるので、そういう番組は動いてます。あのそれをやります、実際に。あと、うん、まあ、これ宮迫さんが、まあ、そのどういけるかわかんないですけど、過酷なことやるっていうのはやっぱ人の心を打ちますよ。要は有頂天レストランって別に宮崎さんはしんどいことはしないわけじゃないですか、うん、まあすごいことをするけど、しんどいことに挑戦するっていうのはやっぱ結構ストーリーがあるというか、なんかドキュメンタリーみたいに見えるんで、例えばなんか僕と宮崎さんで過酷な挑戦をするっていうので、例えば24時間なんとかみたいなんで達成する時の、まあ、その疲れてる時の語りってやっぱり独特のもんがあるんですよね。やっぱり僕もそのネクセで初島行って泥酔旅ってやったんですよ、48時間の、うん、やっぱすごいの生まれましたよ、マジで。俺 YouTube 8年撮ってきてこんなん撮れるんかって思いつつ撮れたんですよ、ラストというラストで、はいはいはい、それってやっぱその空気感ならではなものがあるというか、割とその一本で視聴者の心を打つんですよね。だからそういうのを入れるって、宮迫さんが頑張ってたらエネルギーもらうじゃないですか。だって50超えてる人がこんな要は格があって別に MC しとけばいいのに、うん、その人が今度若手芸人がやるようなことやんのっていうことをやることに対してめっちゃ視聴者は多分頑張ろうってエネルギーをもらうとも思うんですよね。そのギャップだと思うんですよ。だからそういうのをやるのはめっちゃいいと思います。自転車で日本縦断しようかな。まあ、ありじゃないですか。笑いのためにこの人こんな体も張ってるんだっていう、その生き様がかっこいいと思うんですよね。
言ったらなんか黄金伝説とかあったじゃないですか、そっち系のなんか、あとなんか電波少年とかのやっぱあれってなんか心打つもあるじゃないですか、正直ああいう長期ロケってそれはやっぱやるのってめっちゃ面白いですよ。まあ、もちろん一人でやるとしんどいじゃないですか、もちろんスタッフプラス、まあ、僕とかだったらよくやるのは相馬さんとかと一緒にやるんですよ。相馬さんもそういうもう本当にもうマゾプレイみたいなのが好きな人なんで、もう一緒に楽しめる人じゃなくて無理なんですよ、その挑戦を。だから24時間48時間余裕で開けますよぐらいの人ってなかなかいないんですよ、正直 YouTuber で。まあ、僕とかだって余裕で開けれるんで、誘ってもらえれば僕は全然やれますし、それを一緒にやるっていうのはもうおもろいです。俺はそういうの好きなんで。なるほどな。そこでしかもう見えない景色があるんですよね。それってやっぱなんかたまに挟むだけでめっちゃすごい何かあるんですよ。何やったらええねやろ、何がおもろいやろ。今何でもいいんですよ別に。でも僕は本当に何でもいいと思いますよマジで。だから僕もやっぱあのお金使うだけじゃダメだなと思ってるんで。なるほど。そういうのやりますよねやっぱり。だから1000万使うより24時間頑張った方がいいんですよね。1000万の価値があるんですよね、そこには。24時間頑張ることに。なるほど。っていうことになってるんですよ、やっぱ。で、実際やってても、1000万使って、もちろん、別に何も苦しくないんですよ、もう。うん、もうある程度お金持ってくると。まあ、普通になってくるんで、やっぱでも24時間頑張ったら、やっぱなんか、いいんですよ。達成感すごいんですよ、やっぱ。すっきりするというか。まあ、長崎旅行とか楽しかったじゃないですか。楽しい。でも、あれも、やっぱり行って長期ロケじゃないですか、うん。しんどさもあるけどっていう、中に楽しさがあったからっていうのあるじゃないですか。それに近いものがあるんですね、どっちかしたら。よし、やろう。なんか24時間で何かしよう。その何かが大事なんですか。24時間でどこまで歩けんねやろう。休まなかったら多分100キロぐらいじゃない。まっすぐ歩く24時間川を越えて。いや、そう心を持って許可取ってなもん。時間かかるな、許可降りないと。くだらないこといいと思いますよ、うん、くだらないこといいんですよ。僕だって24時間ロールスルー生活で、ロールスルー乗ってるだけの生活とかありましたからね。それ5時間の動画だったんですよ、うん、編集して250万くらい再生されてるんですけど、まあ、それはみんな僕の視聴者はやっぱそれは良かったって言いますもんね、今でも、うん、そういうなんか視聴者が語り継いでいく動画になるっすね、やっぱそういうのって、うん、あの動画良かったよねって言われる。でもいろんなことやってますよ、YouTuber、24時間なんちゃらみたいな。ちょっとそれかぶらんようなことで考えましょう。そうですね、はい、考えたいですね、うん、それはやろう。やっぱその感情にできる部分があるかどうかだと思うんだよ、YouTube でポピットするかどうかって。なるほどな、勉強になるな、やっぱり。勉強になりますね、やっぱり。視聴者と同じ目標を持ってみたいな、やっぱり共通のね、200万とかもそうですけど、うん、それに向かって一緒にやっていくみたいなのはあってもいいですよ。200万登録いったらちょっともうどでかいドームとか借りて。ああ、いいっすね、フェスみたいなことして。フェス協力してな。ああ、もちろん全然やりますよ、それは。もう関わった人みんな声かけて協力してもらおうと思って、はい、いや、いいっすね、そういうの。うん、ミヤフェス、ミヤフェス、まあ、200万いく頃、多分コロナっていうことも、うん、収まってね、あのうまく付き合えていってることを願いつつですけども、そうなって人も入っていただいて、うん、や溜まってるやろうし、皆さん、うん、大々的に発散してもらえるような場所をやります、うん、いい動画撮りたいですね。俺、宮迫さんともやっぱ本当にもうマンネリ化しないようななんか面白いことしていきたいとは思ってますね。やりたいね、いろいろ。なんか家ばっかり撮るとかじゃなくて、うん、移動さえできたらいろいろ夢広がんねんけどね。はい、それこそキャンプとかね、キャンプやってるじゃないですか。ソロキャンプとか流行ってるっすけど、キャンプやったことないんで、うん、あ、キャンプやろうよ。はい、キャンプ行ってみて、ほんまにそのテント自分ら建てるところから、うん、そのやっていくとかめっちゃおもろいですけどね。火を起こすところがスタートしてね、で、ほんまに寝て、これで起こすの大変やで。いや、でもそっちの絶対おもろいですよ、うん、このでチャッカマンでパチンってつけるより、こんなんとかでなんか、うん、そのもう全部マジなやつね。そうっす、マジなキャンプやった方がそれはおもろいですけどね。食材はどうすんの。食材はまあでもなんか取る取るっす、取れるっすか。取れんよ。取れないでしょ、さすがに。取って YouTube 上げてる人いますけどね。えジビエ的な。あ、ジビエ、なんか、はい、イノシシとか、なんか、あれ、その、あれ、いますよ。まあ、もう、怖い映像なるで。罠とか、仕掛けて。確かに。ビーン。
片足だけでもうなんかもうブランブランなってやつが言ってるで。食料とかはまあある程度過酷でありながらある程度まあ、うん、まあそうですね、バランス見ながらだよ。だからあのど素人2人が自分たちでやるのは確か面白いかもね、うん、そうですね、やったことないことなんで。テント張るだけで大変らしいから、それはもう誰か詳しい人がいない状態でやる。まあそう難しいところで、なんか本とかでもいいですけどね別に。なるほどね、はい、材料とか買っておきといて、はい、もうそれ材料集めるところから動画撮ってもいいですしね、ホームセンター行くところから。ああなるほどね、はい、これがいるんじゃないかこれがいるんじゃないかって。あなるほど、足りなかったら足りなかったらその場で何かするっていうとかでもいいですし、うん、いいね、はい、話真剣になりすぎて、はい、寿司のうまさはあんまり伝えてなかったですけど。全然ないです。相変わらずむちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとねあのご褒美飯を食べながらでしたけども、あのいろいろ本当にあのアイデアいただきましたし、今後の目標というか やりたいことを やるべきことっていうのもなんとなく見えてきた気がするので、ちょっとほんまにやっていきましょう、はい、キャンプもやるしちょっと24時間で、はい、もうちょっと頑張って、うん、頑張ってみんなに元気与えれるようなこともやっていきますので、あとはちょっとすいません、お寿司を堪能したいと思います。大事大事、はい、何気にそんなに食べれてないので、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。お願いします。結構ね、コメント欄にヒカルに頼りすぎやとかいろいろあるんですけども、ガンガン頼っていきます。そこはもう、でもね、YouTube に関しては師匠ですので、はい、師匠には頼っていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お寿司食べます。